Louie. なんか僕の夢はこういう感じでビデオ撮れたらすっごい嬉しいなって思うんですよ。だからカメラを手で持ってるんだよね。よくやらないといけないのがこういうの使わないといけないよね。こういうさコード使ったりバッグ使ったりさ、これをなんか気軽にできると嬉しいよね。あ、ブルーがね、アドベンチャー、そこ行く？ブルー行っちゃう？そこ、あ、そこ行っちゃう？あ、マジっすか？そこ行く？もうちょっとここで遊ぼうよ、ブルー。うわ、行くね、君。Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's room. これがね、新しいクリスのルームなんですけれども、ちょっと富士山っぽいやろ、あれ。最高だよね。I love you. I love you. Mrs. 富士山。ミス富士山。なんか富士山って女性のエネルギーするよね。でね、新しいドローン手に入ったのでね、最高なんですよ。でね、今日はね、めっちゃ大切なメッセージがあるんですよ。で、それはね、本当に自分がなんかビジネス的に成功したいとか、やりたいことで生きていきたいとか、なんか本当に、ね、幸せになりたいんだったら、この秘密を知るか知らないかで、マジ自分の行動が変わってきて、自分の結果、行動の後の結果がガチ変わるのね、人生が。で、それはね、人生ってうまくいかなくていいんだよって。ここなんだよね。ね、なんかね、やっぱり僕たちは育った環境とか学校とか、そういうね、社会の考え方とか映画とかテレビとか見てると、やっぱりなんか全部うまくいかないといけないっていう風になっちゃうんだよね。だからなんかちょっと辛いこととか、なんか悪いことをプラブルなんか問題が出てくると、普通の人は何やっちゃうのっていうと、この問題を解決しないといけないってなって心配し始めるんだよね。で、心配始めて、僕たちのね、よくあるなんか脳の中のプログラミングっていうか、自動リアクションみたいなのはね、何をするかっていうと、苦労をし始めるんだよね。ね、苦労し始めるわけよ、ね、どういうことかっていうと、問題が出てくると、まず自分を責めるんだよね。あなたがやったことじゃなくても、なんかの問題が来ると自分のせいだとか考え始めない？これ普通なんだよ。これ脳のサバイバルの防衛システムの中で普通なことだからね。まあ、これはちょっと今日のトピックじゃないので、まあ、言っとくけど、これ、じゃあね、人間っていうのは、僕たちっていうのはね、一人で生きてるとやばいんだよね。本当に森の中で裸で一人で生きてって普通の人は無理だな。ね。でも、自分のコミュニティ、例えば自分の家族、最初はね、子供の時は自分の家族と一緒に生きるとか、自分の学校と一緒にね、やっていくとか、例えば会社もそうだよね。自分も会社の中に入ったら、その会社としてやっていく。例えばよく、僕が昔やった会社の中で、会社、早めに帰っちゃいけないんだよね。ね、だから例えば5時とかに仕事終わって、やったーって言って、でなんかワクワクすることやって、運動したりとか、映画見たりとか、読書したりとか、やりたいことやったり、勉強したりとか、で、ゆっくり休んで、明日の朝から、よっしゃー、会社、またファイトーみたいな感じのようなエネルギーの使い方ができるんだけど、この会社はなんかようわからないんだけど、5時に帰ろうとすると目線が飛んでくるんやな。うーって。で、よう考えてみると何が起こるかっていうと、みんなさ、なんか社長が帰るまで残ってるとか、そういうことやっちゃうんやな。東京に住んでたり、大阪に住んでる人はよくわかると思うんだけど、なんか電車、満員電車で帰るの、また疲れるよね、これ。朝も満員電車で、夜も満員電車。だからマジに5時に帰った方が満員電車とか乗らなくていいからいいんだけど、で、会社にもそういう人たちのエネルギッシュな人たちが、クリエイティブなアイデアとか、頑張ってくれる人たちがいると、売り上げも変わったりするんやな。でも、この会社のルールは、ね、1950年代から始まったルールがあって、社長が帰ったら帰っていいんだよって。でもそれ明らかにルールって書いてないんだけどね。どういうことかっていうと、これは自分の防衛システム、ね。人間っていうのは、この脳っていうのは、他の人たちと一緒にやった方が成功しやすいっていうか、サバイバルが楽になる。で、自分のステータスを上げたい。
ね、社長と近づく、ね、上司と近づく、上司から好かれる、社長から好かれると自分のキャリアアップにもつながるよね。ね、でも自分の上司から嫌われるとか、ね、社長から嫌われると、これ嫌じゃん、嫌じゃん、なんでっていうと自分のステータスが下がるからっていうことなんですよ、ね、だからね、本当にこの会社から帰っちゃいけないよみたいなルールがまだまだ広がってるんだけど、ちょっとねそれは今日のポイントはね、うまくいかなくていいんだよって、うまくいかないっていうのが普通なんだよっていうことなのね。でこれをみんなにゲットしてもらいたいんですよ。だからちょっと想像してみてくれないかな。なんか自分の人生の中でチャレンジがあるとうまくいってないことがあるわけよ、ね、これをうまくいかなくても幸せでいれるんだっていう本当の心の光っていうか勇気っていうかね、なんかいい言葉サジェスションがあったらぜひコメントで教えていただきたいんですけども、なんか本物だよね。なんか自分の問題、人生の中に問題とかがあっても自分はぶれない、自分は筋通ってるっていう言葉じゃないんだけど、なんかニコニコしてんだよね、幸せなんだよね。で感謝の気持ち、いやこの問題はあるけど他にもいっぱいいいことがあるから、この問題では私は崩れませんみたいな。でこれなんかカッコつけて言ってんじゃなくて、ね、ピノキオみたいに鼻が高くて、いや俺問題があっても大丈夫なんだよみたいな、じゃなくてマジ本当に思ってる人とか、多分マザーテラサとか、マザーテリサとか、でダリラマ、ダラリラマとか、ダラリラマ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 、ダルマじゃないよ、すいません申し訳ございません。まあだからポイントはさ、そういうこと、そういう心っていうか強いメンタルを手に入れられたらどうなると思う？ちょっと想像してみて、どういう生き方自分変わってくると思う？自分の人生どのぐらい変わると思う？でね、ここでちょっとビッグヒントなんだけど、思考が行動につながってくるのね、人生っていうのは。だってそうでしょ、 できるんだやりたいなと思って行動につながって、行動の結果が、ね、このアクションのリアクションが現実じゃん。だからあなたの現実っていうのは過去にとった行動が今でも残ってるっていうことでしょ、ね、じゃあ思考が行動につながるんやったら、ね、思考の前、何が思考を作ってるの？何が思考を作ってると思う？それはね、起源って僕は呼んでるんだよね、エネルギーの源、ね、運気ってあるじゃん、運って自分を運んでくれるエネルギーやろな。だからエネルギーってどこから来てるんやって、そこは自分がフォーカスを当てるところから来てるわけよ、ね、いいところを常に見ているようになると何が起こるかっていうと、自分の思考とか自分のムードが上がってくるのね。でムードが高まってくると、問題があっても何ができるようになるかっていうと、この問題から何を学べるんだろうって、ね、なんでこの問題が起こってるんだろう、僕のせいかな、本当にこの問題ってやばいことなのかなとか、ね、論理的に、マジこれ感情ありなしどうでもいい、感情ありこれポジティブネガティブ関係ねえの、問題が起こったらこれやばい、もう無理、もう私受けちゃう、どうやったら問題治るの、もっと努力しないと、もっと苦労しないと私には無理なんだとか、そんな考え方持ってたらみんな落ち込んじゃって行動に絶対つながらないって、そんな考え方の問題だったら人生から逃げたくなって鬱になったり、お酒ギャンブルとかパチンコとか映画とかネトフリとかゲームに逃げちゃうんやって、それダメやろ。で、まあ、ダメじゃないけど、まあ、それやりたいんだったらやっていいんだけど、まあ置いとくわ。ポイントはな、問題が出てくるときにね、論理的に考えてみるわけよ。これ全部私のせいなんですか、これ本当にやばいことなんですか、これが続くとどうなるんですかっていうのを現実に、でこれ怖いんだったら紙とかコンピューターとか、ね、iPad とか何でもいいんだけど、それに書いて論理的に考えてみるわけよ。わかる？特にひょっとしたら自分が完璧主義者みたいな感じ、もう完璧に丸じゃないと人生はうまくいかないっていうふうに思ってて、何があっても全部努力をやる、人から言われたことを全然断れないね、そうやっていつもなんかいつも完璧にやろうとしてるんだったら、本当にこれ完璧にやらないといけないの？わかる？で現実的に考えてみると、どんな人の人生を見ても完璧にうまくいっている人っていないんですよ、申し訳ないけど。わかる？イーロン・マスクがこの間マリファナ吸ったわけよ、ジョー・ローガンのライブで、ね、あれでなんか、なんか価値が、ね、何億円下がったって、テスラのなんかこれちょっと入れるけど調べてね、わかる？その一瞬で問題が出てくるわけよ、テスラのバッテリーが壊れるとか、自動運転の機能が良くなくなりとか、
ね、あのロケットが爆発するとか、わかる？イーロン・マスクでも問題あるわけよ。ね、ダリラーマでも問題があるわけよ。ね、国から追い出されるとか、わかる？わかる？だからもどんなに成功しているように見える人かもしれないけど、その人には問題がないんですかって言ったら、それは嘘なんですよ。それシンデレラストーリーっていうのね。それは It's a cognitive distortion。 それは thinking が真実じゃない thinking なのよ。わかるっしょ？わかるっしょ？だからうまくいかないんだっていうのを気づいたらほっとしていいのよ。ね、自然なんですよ。それは悪いことじゃないのよ。 OK？これでビデオが終わりなんですけれども、最後に言いたいことが、この考え方、このやり方は普通のやり方ではないの ね。だからこの考え方をやっていくと、多分中にはパニックが入ってきて、何をやろうとするかっていうとね、苦労するやり方に戻ろうとするの ね。いやいやいやクリス、こんな話もないよ、もっと苦労しないと、もっと努力しないよって、で自分が知っているやり方に戻ろうとするのね。でも正直言って、自分が知っているやり方って、これまでそれで本当に成功できた？で、本当にこれちょっとビデオ止めて5分でもいいから紙に書いてみて、あなたの人生でうまくいった時に何がきっかけだった？どういうことかっていうと、自分これ大丈夫だよっていう考え方ね。現実には問題があるかもしれないんだけど、自分はそれから学んでいこうって言って、自分にその影響が受けないっていう風になってくると、何が起こるかっていうと、自分の波動が変わってくるのね。で、どういうことかっていうと、カンフォートゾーンの話なんだけど、カンフォートゾーンのがあって、いつも辛い人生、いつもね、なんか努力している、いつもやりたくないことをやっている、いつも断らないことをやっている、自分のことじゃなくて、でいつもなんかムカついているとか逃げたいとか辛いっていう人生があったら、こういう時はなんか幸せになってくると、こんなに幸せになったらダメだ、悪いことが起こるって、自分をなんかパタージしたりするわけよね。なんか仕事パッて出せばいいのに仕事をやらないとか、寝坊したりとか、それでまた自分をなんか落ち込むような、そういう波動に慣れちゃってるわけよ。でリアルにそれ、脳の中に線とかも科学的に証明されてるわけね。これ本当に脳の中に線とか入ってるわけよ。でそれが普通のカンフォートゾーンになってるわけよね。でこの普通の辛い人生が当たり前なんだっていうところから、上の方に上がろうとすると、間違いなく何が起こるかっていうと、レジスタンス、こっちの引力の方が強いから、こっちの方を知ってるんだけど、こっちは知らないわけよ。わかる？苦労してる生き方をしている人は、幸せな楽しい生き方を知らないわけよね。だからそのシフトも入ってるから、これを自分のカンフォートゾーンを上げるっていうのは意外と時間がかかるからね、練習していかないといけないことだから、それも忘れないでね。 Alright guys、 じゃあね、ぜひね、チャンネル登録、こういうドローン飛ばしてるシーン見たかったら、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。 Alright guys、 I love you so much、 お願いね、like ボタン押してくれたら嬉しいよ。 Alright guys、 thank you so much、 I'll see you next week、 ありがとう、じゃあねー。Shaq!